第35回全日本バレーボール選手権大会セブンファイターズ対サンダイトの決勝戦はここ大阪城ホールに超満員のファンを集めて熱戦が展開されております。第1セットは15対10とサンダイトが取り、第2セットも大森の速攻を中心にエース大宮の豪快なスパイク、大角大高のコンビプレーとセブンファイターズを圧倒しております。しかし何よりも滝川選手のマジシャンのようなトスワークはセブンファイターズの守備陣形を完全に崩しております。得点は5対2と3台とのリード。セブンファイターズにとって何よりも痛いのは葉月選手の不調です。葉月選手はどうしたのでしょうか。第1セットの途中からベンチに下がっています。田島さん、セブンファイターズにとって葉月選手の思いもよらぬ不調は痛いですね。原因がわからないので三田村監督も頭が痛いでしょうね。大事な試合に一体どうしたっていうの。決勝戦だっていうのにベンチに下げられちゃってどうしたんだろう。わからん。また怪我でもしたのかな。まさか。全日本のことは忘れて試合に集中しようとしているときに、こんな大事なときに。誰だろう今頃。もしもし。葉月優さんね。はい。残念だったわね、全日本落ちて。え、あら、監督からは何も聞いてないのね。かわいそうに。誰、誰なのあなた。せいぜい明日の試合頑張ることね。誰だ、名前を言え。もしもし、もしもし、もしもし。全日本落ちた。全日本を葉月は完全に崩れた。あとは篠田だが、新人の攻撃は単調だ。これを封じることはたやすい。これで優勝はいただきだ。はい、チャンス。はい、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 決まった。サンダイト6対2とセブンファイターズを引き離します。タイム。おっと、ここで三田村監督たまらず作戦タイムを取りました。いいか、焦らず落ち着いていけ。サンダイトのスパイクは拾えないことはないぞ。はい。よし、いいぞ。この調子で一気に決着をつけるんだ。いいな。はい。どんな手を打とうと我がコンピュータバレーには歯が立たんよ。まだ試合はこれからだ。拾いまくって粘ってコンピューターの回路を狂わせ、こっちの流れをつかむんだ。いいな。はい、はい。葉月はこのままベンチに引っ込んでいれば全日本入りはなくなる。ナミ、これでお前の全日本入りは確実になったな。試合はいよいよ中盤戦。サーブ権はサンダイトに移りました。サーバーは大杉です。はい、乗った。いけ回転。ソーラー。いかん、やられた。今のバックアタック決まった。やったー。全日本サーブ権を取ったセブンファイターズ。三田村監督、この辺でピンチサーバーとして葉月選手を起用するのでしょうか。三田村監督、葉月選手を出す気配は全くありません。やっぱりそうだ、このままじゃいけない。ナミ、どこへ行く。対決を励みに頑張ってきたのに、
なぜ優を出さないの？よし、それなら私が優をコートに引っ張り出してやる。よし、そりゃサンライト14対6、ついにセットポイントを迎えました。悔しい。それにしてもなぜビルばかりを。ビルさんに恨みでもあるのかな。こうすれば必ずユウは出てくるわ。あの宮内さんはユウの親友、それを崩せばユウは黙っていないはずだわ。はい、はっ、さえはっ、はっ、はっ、はっ。滝川選手の鮮やかなブロックポイント、15対6で第2セットもサンライトが取りました。しくしょう。滝川選手の大活躍で息上がるサンライト。一方、葉月選手の突然の調子の乱れはチーム全体のリズムをも狂わせてしまったようです。セブンファイターズの息は全く上がりません。三田村監督、第3セットを前にして選手たちに指示を出しております。どうやら次のセットは宮内選手に代えて葉月選手を使うのでしょうか。いやいや、葉月選手ではなく並木選手です。まだ負けたわけじゃない。焦らず落ち着いていくんだ。いいな。はい。ユウ、何してるの？ウォーミングアップに行くよ。はい。デクさん、私の分まで頑張ってね。よっしゃ、よっしゃ。よし、大砲の威力を見せてやる。デク、あまり張り切らないで。ガソリン切れになるといけないよ。そうや。ファイター、ファイター、任しとけ。なぜユウを出さないんだろう。よし、並木さんを叩き潰せば今度こそユウを出すしかないんだ。だれ、はい、またそれ、またあっ、しまった。滝川のスパイク。ユウちゃんはどうしたんだ。デクも狙われてる。あれじゃかわいそう。くそ、ヘイのやつならやっつければいいのに。ナミ、おめでとう。ナミ、全日本に選ばれたんだね。何言ってんの。この試合がユウの全日本入りを決める大事な試合じゃないの。ダメよ、私は全日本落ちたわ。何ですって。ゆうべ私のところに電話があったんだよ。葉月ユウさんね。残念だったわね、全日本落ちて。そんなバカな。ユウが入るか私が入るかはまだ決まってないのよ。え、本当？そんなこと三田村監督に聞いたらはっきりすることじゃない。早く確かめてモヤモヤを吹き飛ばすのよ。セブンファイターズは今ピンチなのよ。ピンチ。私は三田村監督が試合の前にがっかりさせまいと思って黙っているのかと思っていた。ありがとうナミ、やっと目が覚めたわ。監督に聞いてみる。試合はすでに中盤戦。サーバーはセブンファイターズの石垣選手です。はい、はい、チャンス。そりゃアタック決まった。サンライト8対3と大きくリードしています。それはデタラメだ。根拠のないデマに過ぎん。アズキと早瀬、どっちを全日本に入れるかこの試合の後で決めることになっている。それじゃあの電話は。きっとお前を陥れるための策謀だ。そうとしか考えられない。くそ、誰がそんなことを。絶対許せない。ユウ、その怒りをコートに叩きつけろ。監督、それじゃあ。ああ、うわあ、できた。くそ。ユウ、交代だ。行け。はい。ここでセブンファイターズ選手交代であります。ユウ、頑張って。ナミ、見て、やるわ。ナミの友情に応えるためにも私は燃え尽くす。そして私を陥れようとした奴に思い知らせてやる。25番並木選手に代わって
って7番葉月選手が入ります。みんな頼むよ。オッケー、さあ逆転しよう。さあいよいよ葉月選手の登場ですね。なんとしても流れを変えてほしいですね。しっかり思い切ったプレーをするのよ。さあいつもの元気ハツラツの葉月選手です。やっと出番が来ましたね。ユウね、頑張れ。ユウ、今こそ君の力が試される時だぞ。自分の限界に挑戦してみよう。奇跡を起こすんだ。ユウ、やっと出てきたわね。今度こそ容赦しないわよ。こっちこそ望むところよ。今さらどうあがいても葉月の全日本入りは無理というものだ。田島さん、どういう展開になるでしょうね。そうですね、葉月選手の登場でセブンファイターズが息を吹き返すならば滝川選手も燃えるでしょう。そうなるとかなりの混戦となって勝敗の行方は全く分かりませんね。ユウ、必ず打ち負かしてやる。こっちこそ今までの借りを返してやる。はい、よし、いいぞ、ユウ。相手のリズムを崩す、うまい踊りジャンプだ。得点は10対5とサンライトが依然リード。しかし、はい、セブンファイターズ反撃します。そりゃー！葉月選手のファイトあふれるプレーで、サンライトをキリッキリッと追い上げます。得点は10対9と1点差に追いついて、セブンファイターズのサーブは葉月選手です。なんとしても逆転してやる。行くぞ。ゴーラことだ。葉月の役が立ち直るとは。私は全力を尽くしてあなたに負けた。ユウ、あなたも最後の試合に全力を尽くして頑張って。おっさん、ユウ、おっさん、おっさん、あらー、おっさん、決まった。フルファイターズ葉月選手の活躍で15対10と第3セットを逆転。次のセットもその調子だ。一体どういうことなんだ。これは何が葉月を立ち直らせたんだ。山岡さん、それはあなたが一番ご承知のはずでしょ。さあいよいよ第4セットに入ります。このセットもいただくわ。さすがね、ユウ。でも勝負は次の最終セットよ。あなたのそのジャンプ力が最後まで続くかどうか楽しみだわ。負けるもんか。ゲームセットのホイッスルを聞くまで飛び続け、そしてスパイクを決めてやる。さあ最終セットは大変な熱戦になりました。ドイツ、フォアレッツの攻略戦、激しいラリーの応酬に一点を争う好ゲームとなっております。大宮のポイント。
ッチポイントを握りました。いいよ、頑張れ。マッチポイントだ。監督、マッチポイントです。相手は三大手、最後のホイッスルを吹くまで油断は禁物だ。セブンファイターズ、このまま押し切るか。まだ分かりません。葉月選手のジャンプ力が落ちてきています。もう一波乱あるかもしれませんね。ユ、あとは気力よ。最後まで頑張って。さあ、葉月選手が前衛に上がってきました。ユ、その様子じゃもう限界ね。Solo nos falta un punto. Tenemos que marcar. Nelly sube a la red y inicia rápidamente el balón. Han marcado. Un duro golpe para la Seven Flight. ¡Mira! A la derecha, Oki, como antes. ¡Ah! ¡Oh, vaya! No conseguirás pasar. ¡Oh, no! ¡Está demasiado alta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me toca a mí! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Oh, oh, perdona, Juana. Tenía que haberte esperado. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Oh, oh. Bah, tranquilas, chicas, que no me he roto nada. ¿Seguro que no tienes nada? Claro que no, mira, y ya que lo dices, ¡ahí! El Sunlight acaba de marcar un importante punto, 14 a 13 en el marcador. Parece que en el choque que se acaba de producir, Sasuke se ha hecho daño, ¿no cree? Sí, esperemos que no sea grave. Sería una pena que las Seven Flights perdieran una jugadora tan eficaz. ¡Pobre Juana! ¡Sé valiente, Juana! ¡Aguanta el dolor y no te pares! Lamento lo que te ha sucedido, pero no tengo más remedio que aprovecharlo. ¡Esta para mí! ¡Ay! ¡Oh! Tengo que recuperar ese balón por encima de todo. ¡Voy! ¡No puedo fallar! ¡Adelante, Juana! ¡Esfuerzo perdido de Takayawa! A pesar del fuerte dolor en la muñeca, Hatsuki ha conseguido rematar. Y ahora balón de más para la Seven Flight. Resígnate, Mary. No tienes nada que hacer. Con este balón voy a acabar contigo. ¡Ataque! ¡Oh! Ahora sí que estamos perdidas. ¡Es el punto de la victoria! ¡Las Seven Flighters son las grandes vencedoras del Open japonés de voleibol! Señora Tashima, coincidirá conmigo en que hemos presenciado una de las finales más bonitas de los últimos años. Cierto, y podemos decir que Hasuki ha demostrado hoy que es digna de formar parte del equipo nacional. ¡Bravo, Juana! ¡Eres genial! ¡Muy bien! Juana, te deseo buena suerte en el equipo nacional. ¡Estupendo! No estés triste. Nos ha ganado un gran adversario. Ya, pero cuando pienso que he sido yo la que la he hecho volver a la cancha. No es nada, Juana. No me importa haber perdido contra ti. Ya nos encontraremos otra vez. Estoy contenta. Tan contenta. Aunque me gustaría compartir mi alegría con Peggy. Espero que venga también a la selección nacional. De verdad que se lo merece. に優勝し念願の全日本のメンバーに選ばれたけど、ちょっぴり不安もあるんだ。でも日ソ対抗戦に向かって連日猛練習。いよいよレギュラーを決める紅白戦、頑張るぞ。そんな時、記者の人からお母さんのこと。次回アタッカー U 宿命の紅白戦、日ソ対抗に向かってレッツ